どうもこんばんは。ビン、ボーです。どうもよろしくお願いします。はい。それもそうして、どうもハリットダコショーでございますね。ハリットダコショーのひどいホームページのコーナーでございますね。はい。いろいろ、ね、芸人のホームページをですね、紹介して、行って回ってます。ね。これは若手の登竜門でございますんで、ね。いろいろ、こっから巣立っていきました。はい。今日は誰のホームページを、紹介するかというと、ロングサイズ伊藤、ヤダンのですね、ロングサイズ伊藤のですね、バインのですね、ホームページがちょっと面白いんですよ。なんでね、ちょっと紹介したいなと思ってね。なんかロングサイズ伊藤がですね、なんか俺の、こう毎日やってるでしょ、この動画。これね、刺激を受けてですね、僕もなんか、毎日やりたいとかつって、始めたのが、そのバインの、バインって言ってね、何秒 ?6 秒だっけ ?6 秒動画か。6秒かどうかわかんないけど、そのバインで、毎日毎日その、面白い動画っていうのを上げてるわけですよ。ね。バイン。で、それを、やってるのはもう1年ぐらい経つんじゃないかねえ。で、それ1年は経たないのかな。160何本ぐらい今なってんのかな。はい。これですね、ロングサイズ伊藤。ね。でね、面白いのだけちょっとチョイスしてきましたんで、ちょっと一度見ようじゃないかっていうね。まず70、70ですね。君のその70。これも面白いね、この一服入れよう。一服入れようって、この棒で座るっていうね。おう、いやー、疲れたらしい。70はどれだ。まあ当たり外れありますけどね。68、69、これだ。違うな、違う、68か69、これだ。勉強しすぎて頭おかしくなった兄さん。ああ、いそうだもんな、これな。で、次が72。72、これ。耳かきの時になっちゃう。もうなっちゃう、なっちゃう。うん。うん。なっちゃうな、この顔。うん、これはわかるわ。うん、次78。2、3、4、5、6、7、8、これミスター・ビンの。お、噛んで、噛んコピやんけ、これミスター・ビンを。で、89、次89、ちょっと見ますけどね。3、4、5、6、7、8、9。入れよ、入れよ。踏めよ、踏めよ、いいから、踏めよ。これはベテランの、水道メーターを見るため、あ、ベランダの水道メーターを見るため、お宅に入った時のわめきじじい。いるんですよ、こういうじじいが。入れよ、入れよ。踏めよ、踏めよ、いいから、踏めよ。入れよ、入れよ。これ面白いな。これね、ロングがね、水道メーターの検診のバイトしてるんですよ。で、これいるんですよね、こういうやつ。うん。で、この続きか。まめきじじい、次。続き。飲めよ。飲めよ。いいから、飲めよ。いるいる、こういうじじい。いいから、飲めよ。なあ、飲めるわけないよな、こんな怖え。
で、今のが、90か。次110。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これか。100?110 か。110やな。7、8、9、10。これか。クラブの独特な飲みの飲み方。うん。クラブの独特なノリの飲み方。なんやそれ。この口で乗ってるね。この口で乗ってんだ。口で音程を取ってんだね。うん、面白いねこれね。で、134 134ロングのこれ面白いのある方ですよ。うん。マサノリのやつほぼ出てくる。面白くないからね、あれ。え、はい、はい。134。スモールフェイス君。スモールフェイス君。あっちー。あっちなー。はい。あ、これいまいちだったな。これいまいちだったな。134もいまいちだった。140。これか。悪い組織の中でもう、悪い組織の中でもやべえやつ。うん。俺にやらしてくれよ。あー、漫画で出てきそうだな、これな。俺にやらしてくれよ。出てきそう、出てきそう。次、151。151。工場長の独特なタバコの吸い方。うん。工場長の独特なタバコの吸い方。疲れたなぁ。疲れたなぁ。いるなぁ。こういうやついるわ。こういう吸い方するやついる。疲れたなぁ。ああ、いるいるいる。いるなぁ。153。23。これね、すごい角度で新聞立ち読みしてる、親父。駅でいるね、駅で。うん、駅でいるわ。153の162か。162。これか。この野郎って言われたと思ったら、じいさんの、咳払いだった。もうおもろいやな。うん、はい。この野郎咳払いがこの野郎って聞こえるんだ。この野郎これ面白いな。これめちゃくちゃ面白いな。これずっと見てられるな、これ。この野郎この野郎で、じいさんはこの野郎って言ってないんですよ、だから。170、次。170。8、9、10。これ、ね、急に後輩から3000円貸してくださいと言われた時の公明太夫ね。うん、公明太夫。3000円貸してください。え3000円うわ、そっくり。3000円貸してください。むちゃくちゃそっくり。いいの?3000円貸してください。めちゃくちゃ似てる、これ。3000円?3000円貸してください。これめちゃくちゃ似てるな。これ似てるな。173。柵の下から、威嚇してくる犬。いるいる、こういう犬いるわ。なあ、いるわ。こういう犬腹立つんだよね。腹立つわ。威嚇してくる。175。175。モテないビーチボーイ。へへー。何やねん、それ。へへー。しょうもない。これしょうもなかったな。
次180、これか、下撃退ゴキブリだ。ゴキブリだ。ゴキブリの真似ね。お、死ぬとこうなるもんね。お、下次ね、181、次か。電車の中でたまにいるため息のうるさい親父。電車の中でたまにいるため息のうるせえ親父。うん。いるなぁ。なぁ、息くせんだよな、このため息がな。いるいる。なぁ、なんか、うるせえなと思ったら、こういうじいさんだったというね。188。5678、これか。くじ引きで、当たったか外れたかどっちか分かんないやつ。ああ、分かんない。分かんないね、これ。どっちなんだろう。あ、面白いこれ。あ、面白いなこれ。これ面白いわ。わかんないもん、どっちか。外れたっていう顔もしてるし。あ、当たったっていう顔もしてるんだよね、これね。これ面白い。190。ホールに対してキレ気味のキッチン。バイトね。え、最後ってどういうこと？料理の最後に出すの？それともお題が最後って？あ、いる、こういうやつ。いるよな。最後って切れてんだよな。料理の最後に出すの？それともお題が最後ってこと？いたもん、俺もジョナサンでバイトしてた時。もうこういうやついた、いた。いたんだ、ね、話したくないな、そういうやつね、ほんとな。むっちゃ切れてる。なあ、忙しいからっつって。腹立つわ。193。のっぺらぼうのコンビニ店員。これつまんねえだろ。いらっしゃいませ。ハイライトが1点、ご一緒にお電話いかがでしょうか。またお願いします。これはつまんねえな。これつまんねえわ。195。独り言で言い訳をするダフ屋の親父。いいよ、せんで。若えから金持っていねえか。ダフ屋の真似。ダフ屋の真似するやつ。似てんだろうね。せんで。若えから金持っていねえか。な。まあまあ、こんな感じですね。いや、でも面白いね、これね。面白かった。中でも俺一番面白いのがやっぱこれかもしんないな。これ、くじ引き。くじ引きか、コネロっていうじいさんな。これか。コネロ。これ面白い。コネロ。はい、というわけでね、よかったら、毎日更新してるんで、ね、ロングサーズ伊藤のバイン、皆さんも見てやってあげてくださいよ。ね。なんか、やだの調子いいんでね。今なんか、なんかいろいろテレビも出てますし、ね。ギャグラリーっていうイベントにも出てますんでね。本番がね。はい、というわけで、ひどいホームページのコーナーでございました。ありがとうございました。